おい、お風呂入るよ。やだ。お風呂入って。やだ。お風呂入って。やだ。手はいつも汚い。え？スプレーで汚い。から、そのスプレーはどうやって落ちる？行くよ。汚いでしょ？汚い。まだ汚いんですけど。まず、コンビニでおでんを買います。え？スープを飲みます。あ、これだ。おでんの汁が体に回って、はい、おでんの汗が出て、落ちます。この人やばいよ。お風呂大好き。行かれてる。まあちょっとじゃあ近く来てこれる？こうしよう。ちょっとお湯でしょ。はい。ほらもうこれほら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 ちょっとこうするだけでさ、ほらほら。すぐ取れる。ほら取れるでしょ。うん。取れるでしょ。うん。まあこれビフォーね。ビフォー。ビフォー、はい。スプレーアーティストはどうやって手の汚れを落とすのか。まあみんなあの手袋してスプレーの絵描いてください。オッケー。ほら、もうここ。わあ。もう石鹸も使ってない。逆にこれ使ってもあんまね、石鹸使ってもね、うん、あんま落ちない。あ、そう。はーい。変わんないね。あんま落ちないでしょ。で、こう、まあ、これ。こういうのあるね。うん。こういう体洗うやつね。うんうん。こうやってほら。ほっ。綺麗。ほら。なってる。すごいね。うん、はい、まあ、よく聞かれるね。よく聞かれるけど、こんな簡単な答えが、うわ、綺麗になりましたと。重っちょっと待って。うん、綺麗になりました。綺麗になりました。はい、ビフォーアフターね。これアフター、アフター、アディオスアミゴス。